はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。消し鉄、鉄道型消しゴムです。いや、消しゴムなんですけども、鉄道の形をした消しゴムなんですね。で、しかもですね、車輪がね、入ってるみたいで、走らせてね、遊ぶことができるみたいです。はい、ラインナップはこちらの5種類ですね。1番 N700 系、2番0系、3番800系ツバメ、4番E655 系ナゴミ、5番683系サンダーバードです。この5種類が、ラインナップされております。じゃあ早速開けてみましょうか。うん。ねえ。えいちゃんもこっちは。あ、上に書いてあった。ごめん。ごめん。パパ悪かったこれ。ちょっと待って、これわざとじゃないよパパ、うん、ほんで3番800系ツバメが入ってますって書いてあった。もう一個はね、実は買ってきてんですが、こっちもね800系ツバメが入ってるって書いてあった。あ、ありがとう。ごめんごめん。ちょ、ごめん、本当にこれわざとじゃないですよ私。うわー、なんだショック、上に書いてあったんだ。両方とも800系ツバメだじゃん。いやえーちゃんは N780 が出て欲しかった。あー、なんだよなんだよ、えーちゃん、なんだ、あの自主的になんかあのダブらした感じですね、これは。またまたダブっちゃったよ。食玩みたいなので、このガムが一つ入っております。はい、そしてこれが、中身ですね。800系ツバメ、このような感じで入っておりますね。後ろに組み立て方が記載されております。というかもうできちゃってるよね、組み立て方もクソもないよね。うん、じゃあちょっと開けてみたいと思います。そうだね。はい、こちらが800系ツバメですね。よくできてますね、これは。あのツバメのロゴも入ってるしね。うん、あ、いい感じですね、これ。ほら、本当だ。で、そこの方には車輪がついておりますので、ここでね、転がして遊ぶことができるみたいですね。ちなみにですね、この消し鉄なんですけれども、対象年齢は10歳以上とのことですね。意外と対象年齢が高いです。はい、それではですね、紙にね、今、ちょっとペンで書いてみました。これがね、消しゴムとして本当に使えるのか、ちょっとやってみましょうか。でも鼻で消すのはね、なんかもったいないから、そう、後ろのこの辺で消そうか。消えるかな、ちゃんと。どう、消える？お、消えてる？あー、これはダメだな。ちょっと汚れちゃってんな。あ、消え、あ、でも消えるか。あ、消えるね。あ、大丈夫か。うん。でも前紹介したあのトミカの消しゴム、あれの方がよっぽど消えるな。これは消しゴムとしてはいまいちかもしれないですね。こんなだ。あ、これでね、一応この消しゴムこんな感じで分解できます。やはり分解した時のあれ説明書だったんだね、きっとね。まああれかな、消しゴムとして細かく使えるということなのかな、これは。ああ、こんな感じで取れるんだね。ちょうど2車両あったからあれだね、うん、連結させられたね。うん、いいんじゃないこれ。うん、まあ実際にはしてないけどね。うん、はい、ということで今回は鉄道型消しゴム消し鉄でした。